株式会社岩田は、書体の開発、販売を行う企業。1920年設立。本社は、東京都千代田区岩本町。社長は、水野明。ドクアー社の代理店として、オーブン書体や、書体開発用機械の販売も行う。活字を鋳造する際の鋳型となる、活字母系の製造を長年にわたって手掛けるとともに、組版環境の時代変化に合わせ、 社食用書体の提供や自社によるデジタルフォント開発を行ってきた国内有数のフォントベンダーである。現在に至るまで国内各新聞社の標準となっている新聞本文の返平活字や小学校教科書用の教科書体、ユニバーサルデザインの概念を取り入れたドフォントを生み出し普及させたことでも知られる。岩田百造が1920年。 岩田活版模型製造所として東京市京橋区小引町に創業した活字メーカーである東京築地活版製造所や周永社の模型製造を皮切りに昭和に入ると中華民国や満州国の新聞社などから大量受注した模型生産を手掛けて急成長。1933年には日本タイプライターが開発していた万能活字中臓器用の模型を 開発製造した。後年、森沢が発売した社食及びデジタルフォントの流民書体で知られる大阪の活字メーカー、森川流文堂活版印刷所の森川健一とは、母系製造を岩田活版母系が手掛ける提携関係にあった。1939年には、新聞統制に伴う様式性に対応する新聞本文用書体として、初の 扁平活字を森川が開発し、岩田活版母系が母系を製造。1941年の朝日新聞社の採用を皮切りに全国の100社を超える新聞社に採用され、国内新聞書体の代表書体となった。森川は戦後、岩田母系の大阪市店長を務めた。1947年、東京都大田区に新工場を開設。株式会社化して、 称号を岩田母系製造所株式会社に変更した。1950年に国内母系業者では初めてベントン母系付景彫刻機を導入し、電バラ母系製造と並行してベントン彫刻母系による新書体の開発を開始。大手印刷会社に大量納入した。1955年には事務機部門を設置してタイプライター用活字の製造販売を開始。 1966年には小学校教科書向けの教科書体を開発し、業界の標準書体となった。1960年代以降、活字に代わり、社食による組版が普及してきたことを受け、自社の名朝からだ、ゴシック体や新聞書体、教科書体を社食用書体として社食機メーカーの写し券、森沢、料理に提供するとともに、弁当用、 アナログンジをベースにデジタルフォント開発を行うデジタル文字部門を自社内に開設し、1979年には日立製作所中央研究所から48ドットコシック体のディスコード一式を初めて受注した。さらにワードプロセッサの普及などデジタルフォントの需要増を受けて1988年デジタル文字部門を株式会社岩田エンジニアリングとして独立させ、 ドクアー製フォント作成ツール、イカースを導入してドットおよびアウトラインフォントの制作を開始。明朝からだとゴシック体をハイデルベルグ PMT 強化書体を両備に提供したほか、新規開発を含む多くの書体を1996年以降、ポストスクリプット、シド、トルータイプなどの各フォント形式で岩田書体ライブラリーとして発売している。 また1995年には、観光庁向け戸籍システム用として、岩田中母ソミ王朝からだを開発。1990年代後半以降、読売新聞、朝日新聞、中日新聞など独自書体を持つ、大手新聞各社の電産社食廃止と DTP 化に、伴う文字のデジタルフォント化作業を手掛けた。2001年、岩田母系製造所と岩田エンジニアリングが、 株式会社、岩田として、経営統合した。写し県性があるに代わって、阪急電鉄が2010年以降、各種掲示標準書体として採用している。岩田マ丸ゴシック書体は、明朝からだ、ゴシック体などの本文用が主で、行動権から譲渡された、新朝体、森川龍文堂の竜総体なども保有する。正解書体は、大間善二郎が主事を掘った。 1970年代から取り組んでいるデジタルフォント部門ではビットマップやスクリーン向けの書体開発を行うとともに活字メーカーの元や出身で社食機メーカー、写し券の文字制作部門責任者を1960年代から1990年代にかけて務めた書体設計士、橋本和夫の指導監修を受け、岩田慎吾ク隊などの新規書体開発や 岩田明朝体オールドをはじめとする自社保有活自書体の調整復刻自社がデジタルフォント化を手掛けた朝日新聞社の本文見出し用各種フォントなどをパソコン用デジタルフォントとして一般に販売しているさらに松下電機の依頼でユニバーサルデザインの概念を取り入れた初の日本語ドフォント岩田ドフォントシリーズを開発し2006年から販売日本語 ドフォントのパイオニアとして、各種機器、表示などに広く使用されている。ありがとうございます。